いつもご視聴ありがとうございます。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回は新型ベゼル EHEV プレイを実際に買って乗って思ったことをお話ししたいと思います。いわば総集編となります。次回の売ってみた動画がベゼル最終編となります。このチャンネルでは車についていろいろ調べているチャンネルです。一般人が実際に所有したから分かることをお伝えしております。内外装やいろんなシチュエーションで走行動画を取り揃えております。購入した店舗はホンダカーズ兵庫神戸永田店さんとなります。いろいろ相談に乗っていただきました。ありがとうございます。さて、納車されたのが9月初旬。契約から約7ヶ月かかりました。プレイは発注できる日から納車まで読めない状態でした。営業さんからも何度も進捗をいただいていました。メーカーの読み違いで納車までの時間がかかっていたようです。現在もかなり納車までに時間がかかっている人気車種となっております。そして街乗りをしていて思ったのが、 EHEV の滑らかかつゼロ回転からの最大トルクに運転のしやすさが際立ちました。 1.5 リッターハイブリッド、駆動用のモーターと発電用モーターの2つのモーターを揃えた2モーターハイブリッド。駆動用のモーターは駆動軸と直結した構造となっており、減速時には回生を行います。一方、発電用モーターはエンジンと直結。特徴は動力をミックスさせるための複雑な機構やトランスミッションが介さないシンプルなシステムに仕上がったことで、駆動時には複雑な機構を介したフリクションロスとは無縁の高効率でモーターの持ち味を生かしたスムーズな駆動を実現しています。エンジンを利用して発電する際も同様で、発電用モーターをダイレクトに駆動することでロスを最小限に抑えています。なのでスムーズ。街乗りの動画はこちらの右上のリンクを貼っておきます。高速で乗った時の感想です。スムーズさについては本当によくできたハイブリッドシステム、そしてアダプティブクルーズコントロールで運転での疲労軽減ができます。渋滞追従機能付き、 ACC についてはシフトポジションが D の時に使えます。走行の様子が気になる方は高速走行シリーズでの動画で確認してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。次は走行モードについて。エコ走行のイコンモード、普通のノーマルモード、パワフルレスポンスのスポーツモード、そしてシフトの B レンジとスポーツモードを使うことでワンペダル操作に近いアクセルワークができるのも面白い感覚でした。高速で走るときは燃費を意識して基本イーコンモードで走っていました。合流するときはスポーツモードと使い分けています。スポーツモードでは減速パドルを多用することでブレーキを使わず手元で減速を行き来しながら運転することも楽しかったです。任意で減速することでチャージされる電力量も増えます。イーコンモードは少しもっさりしています。それは他のモードがレスポンスよく反応するので、その差が違和感に感じるからではないでしょうか。ノーマルモードでもゆっくりめにアクセルを解除すれば燃費走行できると思います。スポーツモードもゆっくりめでいけます。踏み込めばモーターがどんどんトルクを出してくれます。燃費については走行環境にもよりますが、時速60キロ区間の阪神高速道路で 29.4 パーリッターとなりました。
時速100キロ区間でも計測しています。その様子は右上のリンクよりご覧ください。オーナーさんは平均燃費はどれぐらい出せましたでしょうか。検討者さんにコメントでお伝えください。続いてエクステリアについてですが、満足度は高いです。まずは色。この新色のプレミアムサンライトホワイトパールとブラックのツートンカラー、この白色は角度によっていろんな表情を出してくれます。有料色ですが価値はあります。おすすめです。汚れも目立ちにくい色となります。そしてみんなが気になるフロントグリルですが、実物を見た人だとわかると思いますが、車格以上の佇まいがある印象です。後ろの見た目もクーペ風で都会的。サイドのプレスラインもキレがあり、まるでモダンな建物のような印象を受けます。ホイールも切削アルミホイールで18インチ、ボリューム感があります。プレイ限定でタイヤハウス外側にフェンダーモールがピアノブラック塗装、ここも都会的 SUV。 インテリアは何といってもプレイ限定の白を基調としたカラーリング。シートも複雑な模様パターンが入っていたり良い感じです。そしてパノラマルーフが前席と後席にセパレートでついています。昼間は車内が明るくなります。少し残念なのが自動開閉ができないこと。マイナーチェンジでどうにかつけてほしいなと思います。構造上厳しいかもしれませんが、後席の膝前スペースがすごく広いです。さすがホンダのセンタータンクレイアウト。詳しくは内外装編をご覧ください。右上のリンクを貼っておきます。ということでまとめてみました。新型ベゼルを実際に乗ったから誰にとって良い車かが分かってきました。実際に乗っていただきたいのは30代の4人家族で、奥さんも運転し、お子さんは園児から中学生まで不満なく後席も広々。女性であっても幅がつかみやすく、各センサーやカメラのおかげで駐車の不安もありません。インテリアも気に入ることでしょう。プレイはパノラマルーフで開放感抜群。一人で乗った時のお父さんはスポーツモードでアクセルレスポンスを楽しむ運転ができます。 SUV なのである程度のラゲッジの積載容量もあり、旅行2泊3日でも余裕があると思います。キャンプとなるとちょっと心もとないことがあるかもしれませんが、デイキャンプ、バーベキューだったら大丈夫な積載量かと思います。5年乗る家族の車としては満足度の高い車となるのではないでしょうか。オーナーさんや契約者さん、お願いです。値引き情報がありましたらコメント欄に書き込んでください。最近購入検討している人たちによかったら情報共有してみてください。そしてこの動画を初めて見た方はベゼルの他の動画もありますので、よかったら見てみてください。夜間走行や峠走行などいろんなシチュエーションでも収録した動画がたくさんあります。次回で新型ベゼル最後の動画となります。最後の動画は新型ベゼル EAGV プレイの打った動画となります。最後の一本もお見逃しなく。どんな結果になったでしょうか。驚く方がいるかもしれません。はい、このチャンネルでは良い車をお伝えするために身銭を切って情報をお届けしております。もうそろそろお金も尽きてきそうです。まだチャンネル登録していない方いましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまだ注目が集まる車をお伝えしたいなと思っております。また次回の動画でお会いいたしましょう。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。いつもあなたの満足できる車に出会えることを願っております。